子供たちは虐待を受けるためではなく、抱きしめられるために、涙を流すためではなく、人を笑顔にするために生まれてきたのです。7日、日本の東京都文京区後楽園ホール。リングの中に濃い色のスーツを着た男性が現れ、マイクを握ると観客が歓声を上げた。6年前のクリスマスの日、児童養護施設にランドセル10個数十万円相当を寄贈しながら、全国にタイガーマスク運動を起こした河村正剛氏であった。1960、70年代に人気を呼んだ漫画タイガーマスクは、主人公伊達直人が覆面をかぶったレスラーとして活躍しながら子供たちを助ける内容である。河村さんが子供たちのために使ってくださいというメッセージと一緒に、主人公の名前でランドセルを寄付しながら、漫画のストーリーが現実になったのだ。以後、児童養護施設などにバッグ、筆記具、お金などを寄付する別名タイガーマスク運動が全国的に起こり、河村さんの寄付後1ヶ月間、匿名寄付の件数が1000件を超えた。平凡な会社員である河村さんは、子供の頃に母親を失い、父から捨てられた後、捨てられた子供と呼ばれ、親戚の家を転々とした。11歳の時、あなたのせいで私たちの家庭が台無しという言葉を聞いて、生まれてきて申し訳ないと頭を下げ、大人になったら子供たちの力になりたいと決意した。彼はその後も匿名で寄付を続けながら、時間ができ次第奉仕活動をした。河村氏は、私は英雄ではなく普通の人であることを知らせるために名前を公開したとし、家族を大切に考えてほしい、それだけでも十分にタイガーマスク運動に参加していると述べた。悪人には強く怖い虎だけど、善人と弱者には限りなく優しいタイガーマスク、今の私たちにも必要です。アメリカでもバットマンの格好をして白血病を患う子供たちに会いに行く大人がいるみたいだね。こうやって自身を隠しながら他人に寄付する方を見ると、自分が有名になりたくて寄付する人たちに比べて本当に優しい心根で広い心をお持ちの方なのだと思います。どこの国でも誰かがいいことしたらそれに突っかかって悪口言うやつがいるみたいだけど、そういうやつらは100本でも10円でも寄付したことがあるわけ。こういう方をお手本にして私たちの国でも温かい寄付を実践できたらいいな。この時代のヒーローっていうのはまさにこういう人のことを言うんだな。一般人がこんな素晴らしいことをしたなんて、日本人だけど関係なしにかっこいい人認定。私たちの国はこっそりと税金を奪われ使われていたおばさんのせいで大騒ぎなのに、この差よ。人はどうやって生きていくのが正しいのか、この方は真心で教えてくれたのですね。お金稼いで変に見せびらかす人間たちはこれを見て学んだらいいと思います。権力やお金持ちでなくても正しい人生を生きている人がいるんですね。韓国ではありえないことだね。私たちは自分がお金がない理由を政府のせい、社会のせいにして、貧困な子供たちを見ても知らないふり、寄付はお金持ちだけができる大げさなものじゃないってことを言葉より行動で示してくれた方だと思いました。